はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。指導福引きやっていきたいと思います。はい、400枚ね、マイレージと、X からの配布でね400枚ありますから、なんか出てくれるでしょうということで、一発目いきましょう。いやー楽しみだね。なんかむちゃくちゃ強そうだよね。かっこいいしね、やっぱ指導武器ってね。いきなりか。まあ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 、あと30連ありますよ。さあ行きましょう。2回目、いいよ。お、来てくれてもいいよ、砂道。マジか。まあまあまあ、まだあと2回ありますよ。まだ2回あります。さあ行きましょう。優勝もね今回ありますからね。うん、優勝もあるけども、とりあえずはなしでね。いや、やばいでしょこれ。やばすぎない？マジで笑ってきちゃう、笑えてきちゃうぞ。さすがにこういう流れで、僕前水晶の時は1個出てくれたんですよ。水晶こういう時に出るんじゃない？スラミチ来ないよ。マジ40連だよ。マジか。これがドラクエウォークのガチャですよ皆さん。うわマジ悔しい。マジか、40連で虹すら出ない。マジ縁がなかったってことかな。マジか、破壊の断り。いや防具も強いね。呪文ダメージ 7%、全属性ダメージ 2%。 いや強いな、呪文ダメージ 7%。 上もねいい感じだね。これでもあのちょっとハーゴのね手が生えてるように見える、賛否両論あると思いますけど、僕は好きです。僕は好きこれね。いや欲しかったな。マジか。うん、まあせっかくだから見ていきましょうか。まあ、ジェムを突っ込むまで行くかっていうところはあるんですが、まあ、今回ちょっといきなりスキルとかが複雑ですよね。うん、複雑だけど、まあ、ジバリアの呪文絶対ダメージということで非常に強いと思います。うん、なんとかレベルに合わせてみたいなね。うん、神下ろしレベルに応じてっていう感じなんで、まあ、ちょっと断頭台みたいな感じなのかな。うん、でただ今回ちょっと気になるのがこれね、全体スキルと単体スキルで、まあ、全体スキルは大義ダメージっていうことなんで、コーマ複合だけどね、そこが気になるな。この神下ろしのねいきなりスキル、まあ、あとはあの返しにツアップとかね、そういうのもスキルとしてはあるんで、これだから狩りの時は大義寄りの心にした方がいいのかどうなんですかね。うん、もちろん呪文でね、単体の呪文、ジバリアの呪文なので強いと思うんですけども、ドラクエウォークねやっぱ狩りがメインのところもあるので、周回の時はどっちのがいいんですかね、悩むところですね。うん、いやー悩むわ。いやでもな、手に入んなかったからな、マジで悔しいな。いや皆さん、ドラクエウォークのガチャに気をつけてくださいということで、今日の動画は以上となります。またよかったらね見てください。それじゃまた。